はい、どうもケイジです、本日もドラゴンクエスト10やっていきたいと思います。で、前回は福引きでしたけども、まあ、前回の続きでバージョン 3.3 のストーリーの続きをやっていきたいと思います。で、前回までのお話がこちら。たどり着いた楽園への扉には錠前がかかっていた。カイラム村長によれば、影の谷にあるナドラガシンの祠に楽園への扉の鍵があるという。カーラモーラ村の地下から南へ出て影の谷にあるナドラガシンの祠へ向かおうということで、まあ、村の地下から行けということで、今回それやっていきたいと思います。で、サジェが影の谷へ行ったって本当？あの場所はずっと立ち入り禁止だったのに、よりによってあの子が。あなたはサジェを手伝ってるんでしょ？お願い、ついて行ってあげて。影の谷には村の地下から行けるはずよ、ということで、ここからか。まあ、前回だっけ、宝箱を取ったりとかするのに、まあ一応地下はね、通ったりしたんですけどね。あんた一足遅かったな。さっきまでサジェがここで待っていたんだが、しびれを切らして先に行っちまったぜ。村長から話は聞いてるぜ。この先の道から影の谷へ行ける早いとこ、サジェを追いかけてやりな。月が元に戻らなきゃこの村はおしまいだ。遅かれ早かれ毒にやられて全滅だろう。あんたたちだけが頼りだ。頑張ってくれよ。うん、任せろ。ということで、影の谷。さあ、影の谷。おお。あの塔がね、逆さの塔が。さあ、影の塔。まあ、一番下のナドラガシンの祠に行くんだよね。ナドラガシンの祠に向かおう。うん。ということで行きましょう。ドルボード乗れたっけ？乗れるよ。あ、の前にお宝探しを。あるね。鬼面同士みたいなのが。これ何？ドルイド。戦ったことない。これなんか呪文系の魔物嫌だよね。うう、結構食らうな。あ、増え上がった。転げていったぞあいつ。オッケー、よし。ん？これはどこに、あ、降りれるってことか。あー、降りちゃったけどよかったのかな。はあ、ははあ、なるほど。これはどこに続いてる？何これ？あー、そういうことか。あー、そうだったわ。ちょっと待って。あー、そうだよね。の前に宝を取ろう。宝。こう。
この宝ってこの上にあるのか、こっちの下なのか。下じゃないね。この先、影の谷仮想。この辺に宝箱がある。あった。呼び寄せの筆。これをまずちょっとあそこに行ってみようかね。まあ封印みたいな感じで通れなそうだけど、はい、封印が施されており先に進むことができない。他の道を探してみよう。はい、進めないので、じゃあ他の道を、というのは降りろってことだよね。これこう降りろと。でこれ、はい、灯火台の上に刑事宛てのメモが置いてある。刑事はメモを読んだ。刑事、置いてっちゃってごめん。みんなを早く助けたくて先に出発しちゃったんだ。この影の谷には仕掛けがある。あちこちに置いてある、食台すべてに火付け棒で火を灯すと道が開けるらしい。食台すべてに火付け棒で火を灯す。はい。ただし火付け棒には油が必要なんだ。影の谷に生息する魔物ケミカルゼリーを倒せば奴の油が火付け棒に染み込むよ。油の染み込んだ火付け棒を装備して灯火台を調べれば火がつくはずだ。火はそう長く持たないから気をつけて。それじゃあナドラガシンの祠で会おう。怪我しないように気をつけてね。お互いに頑張ろう、サジ。メモの横には火付け棒が積んである。火付け棒を持っていきますか。はいはい、装備。ケミカルゼリーを倒して火付け棒に油を染み込ませよう。はい、今火付け棒装備してる状態なの。あ、装備してるわ。あ、火付け棒を装備したら、あ、そっか、これ灯火台の炎は激しく燃え上がっている。しかし火付け棒に油が染み込んでないため火付け棒に火を灯せなかった、はい、じゃあケミカルゼリーを、はい、これね。ケミカルゼリーたちをやっつけた。火付け棒に油が染み込んだ火をつけた食台か灯火台で火付け棒に火をつけよう。ということで、まあ、火をつけてどうするのかというと、まあ、灯火台を、まあ、ちょっと先に行こうかね。あ、これ毒受けるのかな、ここ入ると。あ、受けねえか。この先に、まあ、灯火台があるわけですよ。こうやって、ここに。ここに火をつけろってことですよ。ね。食台か。食台に火をつけろってことなので、あ、毒を、毒にやられた。はい。トラマナミスト、はい。
で、これをこれにね、あ、メモじゃなかった、メモじゃなくて、これで火をつけて、火をつけます、はい、火をつけて、これドルボード乗れないんですけど、この状態であそこに行けよと。で、左上見えますか、青い火が消えるまで残り21秒20秒とかカウントダウンしてるの、このカウントダウンが終わるまでにこうやって火をつけるということ、はい、で火をつけたら消える。で、今度この火を持って向こう側の食材に火をつけろということなので、でも火はこのままではつかないので、もう一回ケミカルゼリーを倒して、刑事は火付け棒に火をつけようとした、しかし火付け棒に油が染み込んでないため火付け棒に火を灯せなかったということで、ここでもう一回ねケミカルゼリー倒して、油を染み込ませないとってことですよ。で今度はもうほんと聖火リレーのごとくね、今度はこれに火をつけて、次の食材のところにもう本当に聖火リレーのごとくね行くわけですよ。もう嘆きムーンとかに捕まったらもうバトルになったらねダメだけど、ここにねつける、はい、OK、 火付け棒の火が消えた、すべての食材に火をつけた、はい、こうやって封印が解けると。あるね、この辺ね、ほんとね、よし、じゃあ封印が開いたところから入っていくか。あ、倒したことはある、でこれね、あ、でもケミカルゼリーを倒さないと、これはあ、ここは渡れない、お宝探し、倒そう。こいつを倒すと油染み込むぐらいだから、まあ、一本一本なんだろうねこれね。もうぬるぬるのベタベタなんだろうねこいつの体ね。火をつけます、はい、捕まった。これバトル中はカウントされるの？わ、カウントされてる
これ絶対間に合わねえじゃん。バトル中ぐらいはカウントストップしてほしいよねこれ。カウントすんの。火消えてるし。火を灯せなかった。わで今火付け棒に油が染み込んでる。わ今のケミストリーじゃねえ。ケミストリーじゃねえし。ケミカルゼリーは倒しても油染み込まないんだね。そんなありなのかよ。なんか二度手間みたいな。はい、染み込んだ。はい、染み込んだよ。はい、行こう。はい、行こう。はい、行こう。8、7、6、5。おお、ギリギリじゃん。よし、で次どこ。あの橋ってことね。よし、その前に素材を拾って。素材いっぱいあるね、ほんとね。その代わり宝箱は全然ないというね。よし、今度はじゃあここに火がついてるから、わケミカルゼリーが、ケミストリーって言いそうになるけど、ケミストリーがいない。いた。よし、染み込んだ。はい、染み込んだ。ということで火をつけます。はい、でどこ行くんだっけ。向こうね。時間に余裕がこっちはあったね。で、全ての食材につけろってことだから、これさらに向こうにつける、向こうにつけろってことだけど、向こうにつけるときはさすがにね。あ、これドルボード乗っていいのか。さすがにこっちからつけないとダメだよね。こっちから持っていかない。ここから持っていかないとダメだよね。ケミストリー、この辺のケミストリーはいた。違う。でこれ、この火を持って今度時間的にちょっと多分厳しいよね、この距離だと。早く。
8、7、6、5、4 あぶね。OK。よし、素材集めしよう。素材集めをしよう。お、トーチというかろうそくもいる。ダークキャンドル。あ、ダークキャンドル、うん、お、いい具合にケミストリーもケミストリー言っちゃってるけどいいのかな。油は染み込んでるからこっからね。はい、火つけた。はい、つけた。早く早く早く、あそこね。これでここの封印が解かれるはず。よし、結構時間余裕あった。はい、オッケー。すごいな、景観が。ということで、じゃあ封印の向こうに行って、ここ道クロスしてるけど、あ、上と下でクロスしてるってこと。とりあえず素材集めから。うわ、うようよいるな。これ嘆きムーンじゃなくて、なんだっけ名前。マーズフェイス。うわうわ、接触した。マーズフェイス。オッケー、やりまっせ。お、不意をついてる、ラッキー。すげえな、今、あんま。えい。2600ダメージって、バトマンさん、2600ダメージってどういうことっすか。強すぎ。お、これ何。あ、見えない敵もいるってことか。ポイズンドリル。うー、なんか面倒だから投げ払いにしよう。あー、でも当たらないな、投げ払い。なんで、あ、俺魔の差かかってるじゃん。
アマヌハ来た。ありがとう。あ、結構ダメージ入ってるよ。あ、入ってる。300。いいけど、うよいよいるな、本当に。あ、もう敵と接触しそうで。あー、また見えない敵が。どこ行くんだっけ。あ、上がって、あ、こっち側に出れたってことか。というか宝箱が、宝箱はこの上ってことか。持ち物結構持ってる。あー、まだでもこんなもんか。ここを降りると宝箱ってことは。あった。お、錬金石。で、ナドラガシンの祠に行けそうだけど、一旦戻って宝箱取ろうよね、ここはね、やっぱりね。いい、なんだあのリザードは。いい、なんだこのリザード。ブラックドラゴン、手を出さない方が良さそうだ。ちょっと待って、ちょっと待って、こいつらを越さないといけないのか。よし。おお、捕まらなかった。よし。なんかピキンって反応しなかったね、今ね。あったわ。これね、身代わりの声ね、まあ、迷宮行かないからあんまり、あ、まあね、あの召喚する筆とかね、あんまりね、あんまり。よし。ナイトメアリーフ、素材とかはいいけどね。うん、
よし、あとじゃあ、あの残り1個の素材を取って先に進もう。あのでもなんとかこう恐竜ちょっと戦ってみたい気もするよね。この恐竜行ってみる一回、どんなもんか。HP だけ、あ HPMP だけちょっと回復して、この恐竜ちょっとせめて不意をつきたいから後ろ向きになった時行こう。よし、はい、うぃー、あセットで出てくるのか。ちょっと待って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 、よし、ビートビート、はい、いきなりまっちょ、必殺アクロバット、はいはいはい、で波動とか出してるよ。これはよしよしよし、ハンマーさんナイス。わ、俺のところに来たよ。いい、なんだ今の、なんか、あ、耐性結構灼熱来るね。ハッスルハッスル、あ、ベホマラか、ナイスナイス。水流の構え、あーハゲオタか、いい、もうちょっとしたボスじゃねえかこれ、いい、まあ、ザオラザオラ、はい、テールスイング当たらない、よし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 、よしよし、賢者さんも今活命の杖が、よしよし、 HP 増えたね、 OK、 これで、うー、闇のブレス、はいはい、温泉札 OK、 黄色くなってる黄色くなってる黄色くなってる、さあどんどん行こう。あー、バートマスさんがうわ、赤くなったけど、これに怒ってるロスアタ、うー、よし倒した、強かったね。よかったね。討伐モンスター、今いるマップ、ブラックドラゴンね。常闇の竜と呼ばれる存在の末裔たる凶悪なドラゴン、闇のブレスや呪文に加え巨体を生かした強烈な攻撃も、なるほど、うーん、経験値5090、うまいねこれね。よし、ということで祠に行きましょう。トーチ
トーチ持ってる。トーチ持ってる。祠ね。うわ、なんか神秘的だね。こういうとこなんか一枚いっときたいよね。こういうとこね。はい。遅くなってすまない。影の谷はどうしても苦手なんだ。じゃあ一人で行くなよ。待っておけばいいじゃん。あの時のことを思い出しちゃって。あ、そういうこと。ごめん、何でもない。ともあれ、君がいてくれて助かったよ。僕だけじゃ祠にたどり着けなかった。ここはナドラガシンの祠か。初めて来たよ。さあ、楽園の鍵はどこだろう。ないの？鍵。さすがに簡単には見つからないか。隠されているとして手がかりになるものは村長の言い伝え？あ、村の村長じゃねえ、村の言い伝え。楽園は汚れなき地、毒も病もなき月の光に照らされし地。されど楽園には悪魔が住む。かの楽園は禁忌の地、楽園を目指すは神に背くと知れ。楽園を目指すことは神に背くこと、神に背中を向ける。つまりこの祭壇の後ろに、そういうこと。この石動くぞ。もしかしたらここに。ん？お、あった。これが鍵？おかしな形だね。楽園の鍵。うん。おかしいな、この鍵。やけに真新しい。楽園の扉を閉ざしていた上結は、あ、鍵穴が上結、鍵穴は随分古いものだったのに。あ、なんで新しい、最近の。じゃあ違うんじゃね。ごめん、急がなきゃいけないね。こういうものを調べ始めるとつい夢中になっちゃって。刑事、楽園への鍵、扉まで戻ろう。この鍵で楽園を目指すんだ。いいのか、その新しい鍵で。いいの、新しい。それじゃ僕は先に行くよ。また後で。帰り道も気をつけてね。また別々か。お前、影の谷苦手って言ったじゃねえか。おい、待て待て待てって。さあ、ということで、リレミト使えるのかな。あ、というか、ルーラ使えるのか。また村からね、楽園に行けばいいことだから。OK。また。
ずっとあのトーチをこの持ったままだから、ちょっと装備外そう。これ火付け棒ね、外す。はい、あ、オッケーオッケー。でということで、あ、もう40分になったね。じゃあ今回の動画はここまでにして、次回は楽園に、まあ鍵を手に入れたので、楽園への扉に行って楽園を目指したいと思います。なので今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、また応援の高評価、それと動画の概要欄にツイッターのリンクがありますので、そちらよろしければツイッターリンク、ツイッターフォローの方よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。